大化は中国の歴史書に現れる中央アジアの国。また、1038年に、タングーとのリモト空が、現在の中国西北部に建国した、聖火の正式国号も、大化であるが、一般的にはこちらは聖火で通用している。紀元前1世紀の西域諸国紀元前2世紀の終わり頃、中国の漢王朝では日々北の遊牧騎馬民族で、ある郷土の侵入に苦しめられていた。 そこで、菅の武帝は別の遊牧国家である決死と協力して、強度を攻撃しようと考えた。その使者として選ばれたのが長剣である。長剣は強度にらわれるなどしながら10年以上をかけ、再起の大炎、皇居を経て、ようやく、大月氏国にたどり着いた。しかし、大月氏側としてはそれに応じる気がなく、長剣は、ただその周辺国を観光して帰国するのみとなった。 この時、長剣が立ち寄ったのが大河国である。大河国はアム川の南に位置し、大月市の属国となった国である。帰国後、長剣は大河国の情報を含む災域の情報を男に持ち帰り、そのことが後に四季大延列伝に収録されることとなる。結果的に本来の目的は達せられなかったものの、長剣が官にもたらした西方の情報は、 多くの関心を集めることとなった。その後も大加国は大月市の占領下で存在し続け、1世紀以降になっても、クシャーナ朝、エフタル、特決、サーサーン朝と支配者が交代するが、7世紀のイスラーム帝国に征服されるまでその土地は、トハーリスターンと呼ばれ続け、中国支所でもトコラ国、トカラ国、トカラ国などと表記された。また、 古代日本には、トカラや社、A などの外来人が包丁しており、伊藤義則によれば、大腸ペルシア人の否定研究などを踏まえて、トカラをペルシア人に否定している。漢代の漢字表記である、大荷が、後大のトカラ同様、トカラを転写したものであるかどうかが、古くから疑問となっている。差し示すものは、バクトリアという地であることは、間違いないが、 大イカの二文字が何を転写したものであるかは確定的ではない。古くは大イカをバクトリアに居住していたダハエに否定したり、大月氏より先に侵入したトカロイ由来のトカアラに否定したり、何かの転写ではなく、大神国同様、中国による美名であるとする説が考えられた。バクトリアの範囲詳細は、バクトリアを参照かつてこの土地はバクトリアと呼ばれ、 紀元前6世紀以降、アケムネスアサ、アレクサンドロス帝国、セレウコスアサ、グレコバクトリア王国と様々な王朝が交代支配してきた。しかし、その支配者が変遷する中でも常にバクトリアに住んでいたのはバクトリア人と呼ばれるイラン系の土着民であった。紀元前255年頃から紀元前139年頃にかけてバクトリアを支配していた。 ギリシア人国家のグレコバクトリア王国は、紀元前140年、紀元前130年の間に、北の遊牧騎馬民族であるアシオイ、パシアノイ、トカロイ、サカラウロイの4種族の信仰によって滅ぼされた。詳細は、月子を三照紀元前2世紀、東のモンゴル高原において郷土という遊牧国家が誕生し、それまで強情だった遊牧国家の月子が東方から追い出され、 西の石区湖周辺まで逃れた。石区湖周辺にはもともと遊牧民の催族が住んでいたが、月子は催族の王を駆逐してその地に居座った。しかし、再び強度の老城前雨の政党を受けたため、月子はさらに西へ逃れ、最終的に中央アジアのソグディアナに落ち着いた。そこで月子は、大月子となってアム川の南にある大カ国を征服し、 その地を分割しては隅城の旧密旧行、相なび城の相なび盛り行、森総城の木総盛り行、薄ヶ谷城の富旧行、甲府城の高月盛り行のご旧行を置いた。大過国にはもともと統一した君主がおらず、各上優に少量主がいるだけで、兵は弱く、戦を恐れていたという。そのため大月氏に侵攻されても抵抗する術がなく、敗北し、分割占領された。 この時、大河国に配置された5球校が、月子人なのか、大河人なのか、土着民なのかは未だ謎となっている。クシャーナ朝の領域6世紀、エフタルの領域とトコラ国の一詳細は、クシャーナ朝三小大河国が、大月市に占領されてから104年、森僧城の起草盛り港である、旧おむ客が、他の4球校を滅ぼして、自立して、王となり、起草王と申した。 旧治さ客は暗息に侵入し、交付の地を取った。旧治さ客は八十四年で死ぬと、その子の炎チンが変わって王となる。炎チンは天竺を滅ぼし、小一人を置いて、これを完了したという。この政権はクシャーナ朝を指すものであり、旧治さ客はクジュラカドフィセス。炎チンはビマタクトに否定される。しかし、 中国ではそのまま大月氏と呼び続けた。また、森起草城の奇想盛り港が、元々の土着民なのか、大火人なのか外来の月子人なのかは不明であるが、クシャーナ朝が、イラン系のバクトリア語を話していたことは、明らかとなっている。儀書再域伝において、トコラ国という国が出てくる。また、随書再域伝には、トカラ国という国が出てくる。しかし、この二つの書をまとめたとされる。 北斜西域伝には両方が並み記されている。つまり二つの国は違う国ということになりそうだが、その後の新東女西域伝に、トカラ、あるいは岩く土かつら、岩くトカラ、元木が言うには、トカラ。とあり、トカラ国とトカラ国は同じ国を表していることが、わかる。さらに、新東女西域伝には、イニの大化の地であると記されており、 大化カとトカラが同じ地域であることがわかる。5世紀から6世紀のトカラ国は遊牧国家エフタルの支配下にあり、エフタルの滅亡後もその地にはエフタル人とトカラ人が雑居していた。また、大化カ時代の人々は戦を恐れていたのに対、7世紀の現状による大東西域木巻き一のトカラ国の記事は、この時代のトハーリースター案を知る重要な資料となっている。 以下は抜粋。さらに、大東西域木巻十人には、旅の帰り道に、西域南道を通った、西の、トカラの旧地という場所を通過したことを記録している。その記録には、大流差を行くこと四百余里と、トカラの古地に至る。この国は久しく人の住むこともなく、城は全く荒れ果てている。とあり、この廃止は、二条城と、織間などの方位、距離から見て、 現在のエンデレに否定されている。この場所はタリム盆地の南に位置しており、トハーリスターンからは離れた位置にあるのだが、現状はトカラの旧地と記している。これをトハラ人がグレコバクトリア王国に侵入する以前のことを指すのか、その後のトハラ人を指すのか、それともトハラ人のことではないのかは不明である。大東西域機のトカラ国と同じ国を指すが、旧登場。 新登場では、随所と同じく、とからの語を用いている。六世紀の中頃、特決の木汗河加岩は、お父の質典密に、中央アジア攻略を命じ、サウサーアンアサと共闘でエフタルを滅ぼした。これ以降、特決河岩国による中央アジア支配が始まり、常にその地には、西面河岩と、ヨマモ守が置かれ、各国の王は、特決河岩国の作法を受けた。やがて、 特決河岸国は東西に分裂し、中央アジアは西特決によって支配されるが、相次ぐ河岸の失勢により、西域諸国の離反を招いた。しかし、斜木河岸と東洋守河岸の代になると、一時衰退していた西特決を盛り返し、中央アジアの西域諸国を再びその勢力下に置くことに成功した。この頃から、 トカラ国も西特欠の従属下になったと思われ、トカラ国の王は、ヨウマモルの称号を賜り、トカラ用語国となる。628年、当、ヨウマモル加岩が死去すると、西特欠加岩国は、内乱状態となり、二人の加岩が並立し、従属下の再域諸国も二分された。この時ハキカラ国は、オツヒサバチラ、ヨウマモル加岩に属す。一方で、 党にも兆候をするようになり、武徳年間から、たびたび剣士を送って堅物を献上した。永紀元年5月には、田のような大鳥を献上している。上元15年、おつひさばちら、世を守る河岸を滅ぼしたおつひとつ陸河岸が兵を率いて、トカラ国を攻撃してきたため、トカラ国は、おつひとつ陸河岸の従属下となる。こうして、他の西域諸国も、 おつひとつ陸下岩の従属下に入った。しかし、その圧勢のために再び西突欠内で内乱が起き、党の協力もあって、おつひしゃき下岩が建てられた。民から見放されたことを知ったおつひとつ陸下岩は、トカラ国へ亡命する。上岸21年、サーサーンアン朝イツグ港は、打弱なため大狩領に放逐され、トカラ国に奔走してくるが、到着しないうちに、退職の兵に殺された。 その子のヒくジここは難を逃れて、トカラ、世を守るに亡命してきた。県警中、党は、トカラ国の赤ん城を、月ッと徳府として、核を義を二十四州に分割し、その王足名に徳を授けた。義法三年、党は、リブジロの廃公権を、トカラ国に派遣し、亡命中のヒくジここを作法して、ペルシャ王とした。その後もヒくジここは母国に帰国することなく二十。 数年間、数千人と共に、トカラ国で亡命生活を続ける。開き明る元年12月、トカラ国は党に、金印一両を献上したが、構想はそれを受け取らなかった。新竜元年、トカ、ラオーノナトドロリは、弟の僕らを使わして、党に入庁、宿営に泊まる。その後の会元天保官にも数回長講したため、党は、 トカラの君主である骨花白く富立ち道を作立して、トカラ、ヨウマモル、脱を落とした。その後、死がトバンを招き寄せて、トカラ国を攻撃してきたため、ヨウマモルの質、里坊キャラは、安政兵の上地を党に請求し、帝は推しを成して、これを破った。四徳3歳6月、トカラ国と広国の剣士が党に徴降するが、7月に、トカラ、 要守るのからスリタなど9国の首領が来朝し、アン氏の乱鎮圧の協力を願い出たため、縮層は1日法行営に赴かせた。654年頃に、バスラ総督、アブドゥンラーイブン・アーミルキカのアフナフイブン・カイス率いるアラブ軍が、ホラーサーン征服のためトハーリスターン周辺に侵攻した。この時、バルフはアフナフと和平条約を結んで、イスラーム側に基準した。 ムアーウィアが、ウマイヤ朝の初代カリフとして即位すると、カイス分アルハイサム・アスラミーが、ホラーサーン総督として任命されたが、この時期には、バードギース、ヘラート、バルフといったホラーサーン東部の主要都市の多くが、イスラーム政権側に離反し、カイスは鎮定のためバルフをまず攻略してナウバハール、寺院を破壊したと伝えられる。その後、バルフの住民たちがカイスと、 再び和平条約を結びたいと願い出たため、これに応じて和約と安全保障の協定が結ばれた。バスラ総督のイブン・アーミルは、カイスの方針を弱腰であるとして厳しく問責したが、こうしてイスラーム勢力によって征服され、続く、ウマイ・アーサ、アッパース・アサ、サッファール・アッサの支配を受けると、トハーリスタンの名称は使われなくなった。四季大変列伝に、 大イは土着で城屋あり、大縁と同族とあり、漢女祭一期殿に、女優に、々にして、小長を置くとあるように、大イは、大月市などのような遊牧民ではなく、城郭に住む定住民族であったことがわかる。大イの人々は、戦というよりは、商売に力を注いでいたらしく、四季や、漢女に、善化し、有志繁華諸物とあるように、バザールを開いて、 各地の特産品を売買していたと思われる。その中には中国の食の品物も含まれており、朝鮮の報告で武帝がその出所と流通ルートを調べたことがあった。この地では古くから仏教を信仰しており、7世紀には唐の現状が訪れている。紀元前2世紀から紀元前1世紀の代化、大月時代の言語は都から語か 東イラン語群に属する言語と考えられているが、1世紀から3世紀に、この地を支配した、クシャーナ朝は、秘文である、スルフコタル秘文やラバータク秘文などによって、東イラン語群に属するバクトリア語を使用していた、ことが明らかとなっている。トカラ国時代の言語もイラン系であったという。現状の記録では、言語身体はやや諸国と異なると記されている。 文字は、グレコバクトリア王国時代からエフタル時代までギリシャ文字が使われており、文字の成り立ちは25個とあり、それが組み合わさって次第に語彙文章ができ、これを用いて必要に備えている。書は横読みをし、左から右に向かう。という現状の記録が正しければ7世紀までもギリシャ文字を使用していたことになる。トカラ国時代の婚姻は、 一切多不正であり、兄弟共通で一人の妻をめとるという。これはエフタルの習俗と似ているが、この地位がエフタル占領下にあったため、その影響によるものだと思われる。また、男女比では女が少なく男が多いという。大東西域で巻一において、トカラ国の構成国は27国と記されており、そのうちの16国が列記されている。また、 大東西域域には、トカラコチという地域が記されている。トカラコチとあるように、トカラ国の丘陵であるが、詳細は不明。以下が、その13国。伊藤義則、ペルシア文化トライコー、岩波書店、白鳥倉吉全集第六巻、P521、ポンペウス・トログスの地中海世界史では、サラーカエ族とアシアニ族がバクトリアとソグディアナを占領したとしている。 ストラボン、ギリシアローマ世界一史サカリコートは、イラン系遊牧民における、諸公の意。嘘などにも見受けられる。ベイリによればイラン語で、統率者の意で、イージー・プーリー・ブランクによれば、トハラ語で、国家の意であるという。また、後のトゥルク系国家に見られるヤブグに否定されることも、ある。式体演列伝、漢女再起伝、五漢書再起伝、岩村2007、随所再起伝。 北市西域伝、新東女西域伝鉄門とは関所であり、鉄でできた門で閉じられていたことからこの名がある。現状は、大東西域域で、これより、西南に行くこと200余里で山に入る。山地は険しく、他人の小道も危ない。人の住む里もなく、水草にも乏しい。東南へ山を行くこと300余里で鉄門に入る。鉄門というのは、左右に山を帯びていて、 その山は極めて険しい。狭い道があるとは言うものの、狭いだけではなく危なっかしいものである。両側には石が壁のようにそば立ち、その色は鉄のようである。門がしつらえてあり、鉄で扉が作られている。たくさんの鉄の鈴があり、これを扉にかけてある。その剣たなことにちなんでなとした。と記している。水谷二千ヤぶぐとは、 特決河岸国内で、河岸に次ぐ大臣クラスの地位である。旧東女、新東女小川1998水谷2000。現状、大東西域キー HP96 水谷2000。新東女列伝第146。下西域水谷2000。水谷2000。ありがとうございます。